はい、どうも皆さん、こんにちは、ニモです。バルヘイム全開の続きやっていきたいと思います。前回ね、こちらの今、身にまとっている鹿の皮の装備をね、手に入れたという回でございまして、今回、このエイクッシル、第1のボスとね、戦いたいなと思います。で、持っていくアイテムはこんな感じですね。火の矢。火の矢を、まあ、100本以上持っていって、まあ、基本的にはこれを使って戦おうかなと。持っております。で、あと食料もね、いっぱい持ってってるんで、まあ、こんだけあればね、まあ、倒せんじゃないかなって、うん、まあ、言うて最初のボスなんでね。さあ、で、ここの祭壇に鹿のトロフィーを捧げることによって、おーどどどおおお、なに、めっちゃ揺れる、めっちゃ揺れる、なに、夜イノシシ、イノシシ、え、来た、こいつか。出たエイクスティル。うーわ、なに、鹿。てか、なんかあれだね、ここに出てくるんだ。なんかもっとボス戦の場所に移動する感じかと思ったけど、ここなんだ。やばい。ちょっと待って、落ち着け。とりあえず攻撃していこう。あ、意外と弱いぞ、やっぱり。意外とそんな、よし。火の矢のね、火ダメージが。おー、なんだ、特殊攻撃的な。斧もあんのか、こいつ。いいぜ、ちょっと危ねえ。あ、でも、そんな食らわない。うん。やっぱり、鹿の装備をちゃんと着てるからかな。よし。この燃えるダメージの、ね、持続性がすごい。いや、攻撃範囲というか、やっぱ広いな。角がでかいから。おら。よし。おら。いいぞ。これ、案外、余裕で倒せるんじゃないか。危ねえ。このビームがちょっと痛いね。体力回復しながら戦わないと、だんだん削られる感じですね、これ。おっと、この攻撃がよくわかんないな。かわせるのこれ。もうちょい。あと3分の1ぐらいか。ちょっと近接武器でも戦ってみたいな。この槍。槍とあとこのシールドね、作ったんで、これで、この、昔のグラディエータースタイルで。おら、あ、盾強っ。あ、槍強っ。めっちゃ強いやん、槍。しかも全然盾全くダメージ食らわないと、これ。ほら。強い。ブロックスキルが上がった。よし。いいぞ、もうちょい。おら。あと一撃。おらー。よいしょー。おー、なんかでかいの。おっ。やった。ツルハシ手に入れたというか、作れるようになった。おエイクスルのトロフィー来ましたね。よし。この辺の石も取って。お、カラス先輩久しぶりの。見捨てられし者のトロフィーを手に犠牲の石に戻るのだ。犠牲として捧げれば、神々が微笑んでくれることだろう。ほう。ってことはあれですね、一番最初にこの世界に生まれた時の場所ですね。あそこに戻ればいいんだ。さあ、戻ってまいりました。鹿さんがなんかいっぱいいるけど。これで最初の、これだっけ?ベグビシルエイクシル。あ、登録されてるってなってるんで、あ、これか。犠牲の石。あ、ここか。ここに吊り下げろってことか。ほい!お!走りとジャンプの能力が上がる。ジャンプスタミナ使用マイナス 60%。 走りスタミナ使用マイナス 60%。 ほう。おー、見捨てられし者を捧げた。危ね、こんにちは、フギン。あなたはエイクスリの力を授けられた。必要な時に使うといい。次の目標は黒い森にある。そこに行き、辺りを探索し、失われた宝と資源を見つけるのだ。長老が待っている。おう、黒い森、前回行きましたけどね。力を発動させるってやると、おっと、これでスタミナがマイナス 60% 減るみたいな。あれ、エイクシル準備完了となってるけど、これなんだろう。操作方法で見捨てられし者の力 F ってなってんな。 F 押してみよう。ほら、 F。 お、来た。20分間発動なるんだ。おお、
これでスタミナの、あ、でも今雨に濡れてる状態だからちょっと分かりにくいかもしれないけどこれによってスタミナが減りにくくなってプラスなんだっけ、足が速くなるみたいな効果だっけちょっと分かんないけど忘れちゃったけど、まあこういうボスを倒すことによってそのボスの力をある程度使うことができるようになるということですね。さあ帰ってきました。よし、作業台、これでどれだっけ、あ、枝、角のツルハシ、ほう、あ、1個でいいんだ。角1個と木が10個あればツルハシ作れますね。あと、あれ、こんだけだっけ、ツルハシを作成。よし、てれん、来ましたねツルハシ。よしよし、これで岩をようやく砕けるようになったってことかな。さあこちらですね、ツルハシ。おー、かっこいい。これで砕いてみようか。おら、よし、砕けるようやく岩を砕けるようになったぞこれで。ただちょっとすげえ硬いこの岩。オッケー、石ゲッチュ。よしよし、これでちょっと今までね、この庭に置かれていた邪魔な石を撤去することができる。よーほーし、いいね。ただ意外とダメージの入りは少ないというか。お、フギンさん、ツルハシを作った。黒い森には多くの鉱物がある。地面には銅があり、海岸では鈴の連なりが見つかるだろう。さあ行って地面を掘るのだ。ほう、黒い森に行ってこのツルハシで地面を掘れということですね。さあ朝になりました。早速ね、黒い森に行って新しい鉱石をね手に入れたいところなんですけど、次のボスの場所、次のボスの場所をねまだ分かってなかったんで、ちょっと一回この儀式の石だけそこに戻って次のボスの位置をね調べてから行こうかなと思います。エイクシルはこの何ロケーションが追加されてるけど、他のボスは別にロケーションないってことなんかな。自力で見つけろってことそういうこと。なんか次のボスね、すごい背が高い、なんかエンダーマンというか、なんだっけ、あの海外の幽霊の、あ、スレンダーマンちょっとそいつっぽい雰囲気があるけど、まあ、とりあえず黒い森に行ってツルハシで鉱石を取って、その鉱石を使って何かをすれば新しいボスとまた戦えるっていうことですかね。うん、さあ黒い森やってきました。この辺に鉱石がいろいろとあるということなんで、それをねとりあえず取る。あ、銅鉱脈でかっ。え、これが銅鉱脈めちゃくちゃでかいんだけど、こいつじゃあ果てしなくね、これ。お、銅鉱脈、違う、銅鉱石来ましたね。溶鉱炉で生成する必要がある。ほう、溶鉱炉を作ることがとりあえずの次の目標かな。うん、これと作って、まあ、鉄とかも、おアップね、鉄インゴットにするには溶鉱炉で精錬しなきゃいけないみたいなね、まあ、いつもの流れですねお、なんだ洞窟、不銀、大十世界のあちこちに洞窟やダンジョンがある。それらは過去の遺物だ。往々にして長く失われた文明の富が多く残されている。光源を持っていくことを忘れるな。ほう、ちょっとなんかたまたま洞窟を見つけちゃったけど、入る、あ、埋葬室なんだ、急にダンジョン感出てきたぞ。オッケー、ちょ、松明、お、黄色いキノコ、新しいアイテムだ。よしよしよし、え、埋葬室って何、その骸骨めっちゃ出てくる系の場所。こっち行ってみようか。お、骸骨拾う。オッケーオッケー。コッペン結構重要だから。怖いなぁ、急に。何、スルトリングの核。お、溶鉱炉作れる、これで。スルトリングの核っていうちょっとファンタジー的なアイテム手に入れましたね。これで溶鉱炉作れるようになった。骸骨先輩いるな。なんかモヤモヤしてない？モヤモヤしてるよね。うわ、暗っ、ちょっとあいつ倒したい。うわうわうわ、腐敗した、残骸腐敗した。お前ガード、おらすげえ硬いこいつ、やべえ、ちょっと強いぞ。ガード、おら、やばい、盾が、ちょっと待って、
いけ、ちょ、逃げろ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 。こいつ強い。やばい、来てる。ちょ待って。なんか腐敗ダメージ食らってないか。おら、ちょっと、待て。予想以上に、結構強い。結構強いぞ。おら、オッケー。よしよし。コッペン手に入れた。ちょっと待て。危ねえ。IT。お前。よし。普通の骸骨は弱いんだけど、あの腐敗した系のやつはちょっと強いぞ。オッケー。え、強い。骸骨強い。強い骸骨がいる。ちょっと待て。ちょっとここ危ないな。ここ危ない、危ない。ちょっと、閉じて、閉めて。やばい。閉めて。オッケー。ちょっと、やばい、敵来てる。ちょっと待て。やばい。閉じて。オッケー。ちょっと待て。やばい。始まって以来のピンチが。ちょっと、一回出るか。一回出よう、ここ。ここ一回出よう。ケイブ。ケイブ1。オッケー。ケイブ1、ここに。セットしました。よし。これで分かりやすくなった。いやー、ちょっと今回は、これ以上深入りするのはやめよう。うん、鉄系のね。とりあえず、溶鉱炉は作り方分かったんで、溶鉱炉作って、ちょっと装備をね、いいやつにして。これじゃね？これ？なんか、石じゃない気がする。普通の、鉱石っぽい、艶がある気がする。あ、石か。お、あった。鈴鉱脈。これだ。こいつを壊そう。オッケー、鈴鉱石手に入れました。で、おそらくこの鈴鉱石とかを溶鉱炉で生成して出来上がった鉱物を手に入れることによって、なんかいろいろとわかるのかな？ちょ待て、落ち着いて、行こう。落ち着いて。あ、どこ行った？ちょっと。え？何？何？あいつ何？あいつなんだ？ちょっと、すげえでかい敵いんだけど。バッて！バッ！あぶね。ちょ、攻撃してみるか、とりあえず。あ、意外と倒せそうだな、でも。待って、怖い、でかい。こんなんいたっけ？あ、いたっけ？エイクスリを倒したことによって、出てくるようになっちゃったのかな、トロール。うわ。あ、でも意外といけるぞ。意外といけそう。いけそう、こいつ。あと1、2発じゃないか。おら！オッケー！倒した。弱い。弱いぞ、普通に。体力は、すごかったけど。お。うーわ、あ！トロル側のチュニック。ありがてえ。一個上だね、鹿の皮よりもちょっと、いいやつだ。よし、オッケー。トロルの皮、回収できました。よーし、いいぞ。5枚も手に入った。オッケー。これなんだ。あ、樹脂。さあ、無事にお家帰ってきました。よし。ちょっとトロルの、このトロフィーが次のボスの、鍵になる気がする。なんかそんな気がしますね。よし、ちょっと、とりあえずツルハシとかもボロボロなんで、これで一気に修理できるっていうのがいいよね。なんかお手軽で。で、ハンマーを装備しまして、新しく作れるようになったものが、こちらになります。溶鉱炉と炭焼き釜ですね。溶鉱炉と炭焼き釜。あ、でもちょっと待って。必要素材見てください、これ。スルトリングの核が5個も必要だよ。今1個しか持ってないんで、全然足りん。もっと洞窟探索しないといけないってことかな。で、トロル側のケープも、トロル側が10枚とか必要なんで、あ、兜とかは5枚か。ケープ、まあ、このマントみたいなやつが、やたら必要素材が多い感じですね。いや、ちょっと、きついな。素材集めが、この辺から、結構大変になってくる感じかな。とりあえず、このスルトリングの核っていうのが洞窟に、多分あると思うんで、まあ、ちょっと撮影外で集めるか、次回集めるか、ちょっとしたいね。うん。これを集めないことには始まらないんで、集めたいなと。いうことで、
今回ここまでにしたいなと思います。まあ、エイクシルと戦い、そして洞窟を見つけ、トロルを倒したという非常に戦いの回でしたね、今回は。うん。次回はちょっとさっき見つけた黒い森の洞窟に、また行って、まあ、ちょっと素材集めになるかな。うん、スルトリングの核っていうのをとりあえず集めて、この溶鉱炉、炭焼き窯、これどっちも作るってなったら、スルトリングの核が10個必要なんで、まあ、ちょっと頑張って集めたいなと思います。そんなわけで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。